ワイオミア・タイアスはアメリカ合衆国の陸上競技選手。1964年東京オリンピック。1968年メキシコシティオリンピックの女子100メートルの金メダリスト。陸上100メートルで男女通じてオリンピック史上初となる2大会連続金メダルを達成した。人種隔離政策の続いていたアメリカ南部ジョージア州で育つ。 多くのオリンピック選手をやからした黒人の指導者、エド・テンプルを頼り、テネシー州立大学に進学。すぐに頭角を表し、在学中の19歳の時に東京オリンピックに参加。予選でウィル・マルドルフの世界記録と同タイムを叩き出し、一気に優勝候補と目されるようになる。決勝では、アメリカの同僚エディス・マクガイアとの対決に注目が集まり、 10分の2秒差でマクガイアを下し、金メダルを獲得。400メートルリレーでもポーランドに続いて銀メダルを獲得した。翌年以降、タイアスは数多くの国内タイトルを獲得するとともに、1967年のパンアメリカンゲームズの200メートルでも勝利を飾っている。彼女は1968年メキシコシティオリンピック1 0 0メートルのタイトルを 防衛するために戻ってきた。そして100メートル決勝で11秒08の世界新記録で五輪発となる100メートルの連覇を達成した。彼女は200メートルにも出場。決勝に進出しているがこちらは6位に終わっている。さらに400メートルリレーでもアメリカの第一走者として出場。42秒88の世界新記録で3個目の金メダルを獲得した。 なお、この年は、マーティン・ルーサー・キング牧師が暗殺された年であり、タイアスは抗議の意味を込めて、練習用の黒いショートパンツを履いて出場した。タイアスは、メキシコ式オリンピック後アマチュア選手を引退し、プロ選手として活躍。1973年には出場した18のレースのうち8レースで勝利する。さらに、翌年には出場したすべてのレースで勝利。 プロとして22のレースに出場した。また、女性スポーツ財団の設立に参加するなど、女性のスポーツ参加の推進に尽力した。ABCDE、五輪発の100メートル連覇は、元陸上選手、元米国五輪代表、ワイオミアタイアスさん、朝日新聞デジタル。朝日新聞デジタル。2021年2月26日閲覧。WSF ジャパン日本支部について、 www.wsfjapan.org.2021 年2月26日閲覧。ありがとうございます。